こんにちは。今起きた。いや、なんかちょこ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 眠って眠って、なんか 6度寝くらいしてる。みんちゃんさん、待って、見てなかった。見てなかったけど。みんちゃんさん、アットマークリラン中。イエーイ。熊田はありがとうございます。ね、早くて全然見てなかった。みーちゃんさん、ありがとうございます。6度寝熊。全然見てなかった。もうなんかめちゃめちゃ6度寝もっとしてんじゃないかなってくらい。寝てますね、今日は。そうね、休日あるあるですね。今日と明日はね、もう引きこもる。こもるつもりでいるので、そう、またハート作ってるんよね。ハートじゃなくてね、王を作ってるんですけど、ローマ字の王、なんか完成しなさそうっていうウフじゃないんですけど、しかもさ、最近さ、もう寒いからさ、暖房つける、暖房つけて寝るからさ、なんかもう起きれないよね。なんか起きるのがもったいないというか、起きれない、起きれないです。今日さ、6度寝くらいしたって言ってたじゃん。なんかさ、その携帯見てたの。携帯見てて、あー、やばい、起きないとなーって思いながら再現するわ。再現しますね。ちょっとソファーで寝てて、こうやって寝てて、こいつ寝てるわけじゃん。寝てて、もうなんか眠い薬携帯いじってんの。こいつ寝てて、なんか LINE 来てるなって思って。LINE、何 LINE だって思って見るじゃん。でも眠いわけよ、もうリラは。眠くて。うん、眠い。これ多分これ4回ぐらいやった、これを。4回くらいやりました。もう眠たいよ、起きないとやばい、つってこう携帯触ってるんですけど、もう眠くて、もう眠すぎて、
めっちゃやった気がする、これ。っていう話です。アホですよね、ただの。なんか顔面に落とすんじゃなくて、もう地面にもう地面に落とすスタイル。地面に落とすスタイルでしたね。暖房つけてソファで寝たの、いつもそんな感じです。暖房つけてソファで、わかんない、最近はちゃんとベッドで寝てたんだけど、なんかもう昨日めんどくさくなっちゃって、ソファで寝ちゃいました昨日は。いや落ちて目が覚めない、あ落ちた、もういいや寝ようって言って寝た。っていう感じでした。今日さ、何時にコスプレしよう、何時の枠に着ようかね。夜にやるのは決まっておるんですけど、2枠目にやるか3枠目にやるか、次の枠がいいですか？今からはやだ今からはやだ。両方2枠目でもやるし3枠目でもやるしってこと？両方でやりましょうっていうことですか？まあね、とりあえず2枠目でやるか。2枠目でやって、なんか好評だったら3枠目でやるのもいいですしね。とりあえず
次の枠で。やりたいと思います。明日で終わりだよ、みんなイベント。明日で終わり。早くないですか？明日で終わりだって。早すぎ。インドネシア？ノーインドネシア。ジャパン。まだまだ寒い。今日寒いんでしょ、外。なんか、お友達から LINE 来てた。今日寒いみたいな。寒いんだ。てんてんてん。で寝ぼけながら返してたけど。明日で終わりなんて早すぎるね。早いね。暖房来てるから寒さなんて1ミリも感じてない。あ、テロップ忘れてた。チェキ届いた？よかった。大きな和タイムしよう。見れなさそう、残念だ。ミンチャーさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとう。 I love you 熊とはありがとうございます。セロハンチープ、あった。あります。ありがとう。なんか一個。どうしようどうしよう。どうする？ねえ、とりあえず。ここに貼ったよ。
りました。ま、王のかけらは見えて、うわあ、かけらにはかけらにはなってきてるかな。こんな感じや。まあ、虹っぽいよね。王にはならなさそうだから、せめて虹にはなりたいなって思ってるっていうのを昨日言いました、ボソッと。なんかさ、まあ、自分の携帯でやってるんだけどさ、広角だからさ、すごい、なんか冷蔵庫と電子レンジまで映ってる、すごいな。てかさ、びっくりしたんですけどさ、なんか iPhone アップデートしたら、なんかマスクしててもフェイス ID っていうこのパスワードのやつが開くようになるっていうのをさ見て、おーって、ってすごいってなりました。なんかさ、もういちいちマスクしながらさ、あ、はいはいはい、パスワード売ってっていう生活をさ、もう2年間もしてるわけじゃないですか。いや、もうもはやパスワードいらなくないみたいな感じは思ってたけど、やっぱ携帯落としたりとかした時にパスワードつけてないとね。いや、一時期パスワードかけてない時期あったんですよ、もうめんどくさくて。そう、パスワード打つのもうめんどくさくて、パスワード打ってない、パスワードかけてない時期あったんだけど、あ、でもやっぱパスワードかけないとダメだなって思った瞬間があって、そっからね、ちゃんとパスワードを、指紋じゃないんだよね、もう、あの携帯のあれが、顔で認識、フォンでは常識なの。そうね、フォンは、 iPhone は顔で認識ですね。アップデートしてないから、アップデートしようかなって思ってます、ちゃんとね。なんかアップデートって時間かかるじゃん。だからお風呂入ってる時とかね、なんか作業してる時とかに、勘違いしてる？え、私が？そう、買った時にこうぐるぐるしてやる。あ、まだなんだ。次のアップデートってまだいつなんだ。でもさ、あれだよね、一応マスクつけてても開くようになるってのは本当だよね。リラちゃんの集まりでみんなでグルグル登録しよう。なんだそれ。なんかさ、最近さ、自分がさ、
あのショールームでさ、リラちゃんって呼ばれたいみたいなこと言ってからさ、なんか普段ランディって呼んでた人もリラちゃんっていうってくれるようになってさ、なんか変な感じするなんて言うのかわかんないけど、なんか全然ね、なんかランディってまあ私ランディって呼ばれてるニックネームがランディなんですけど、全然ランディでもいいですよ本当に。ねえ皆さん今日は何するんですか？みんな今日は何するの？土曜日ですけど仕事？仕事の人多いな。買い物行くのいいね。私スパイダーマン見に行きたいのに全然見に行けてないんだけど。こたつ入ってお菓子食べるだけ。いい休日だね。良い休日だね。29か。今回のなんかさ、スパイダーマンさ123全部見てから行った方がいいよみたいなことをさ誰かがなんか言ってた気がしてさ、そうなのか、見てないからまだ見に行けてないなと思って、もうここまで日が経ってるんですけどさ、みんちゃんさんへ、みんちゃんさんとマークリラン中、イエーイ。イベント6日目、もう少しでイベントも終わっちゃう。今日も I love you 熊タワーありがとうということで、パジャマランディだよ。ありがとうございます。ありがとう。キラ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 、ありがとうございます。じゃあさ、ありがとう。パジャマランディです。みーちゃんさん、何歌ってほしいですか？あれれれれれ
待って、1分待ってて、ちょっともう我慢できない。いや寒いね、玄関付近は寒かった、寒かった、ちょっと昼ご飯食べてないね、まだ。食べておらへんで、あーごめんなさい、わからない、僕たちの紙飛行機っていうかさ、また喉が死にそう、なんでだろう。火曜日、ん？水曜日くらいも起きて、うわ、喉痛いって思ったんですけど、また喉死にそう、やだな。喉飴食べてないからかな。いや違う、ベッドで寝てても違うの、水曜日に関しては暖房かけて寝てないんだけど、何にもしないで寝たんですけど痛くなったから、暖房関係ないのかな、なんだろうね。わかんない、やられてない、やられそうっていう話です。みーちゃんさん、何かありますか、他。あ、ちゃんとね、あれつけないとなって思った、あの加湿器。にょん、ドドドドドドアップ。
しゃべり自分、今はまだよそよそし自分。けが欲しいんだ、無駄な話、仲良くなりたくて、少しずつ伝えたい、ずっと通うから夢より長く一人占めできる、この ということで、ということで、ペラ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 オでした。なんか今日は声が出るぞ。今日はなんか声が出るぞ。ということでね、この辺でもうランキング読まなきゃいけない時間ということで、この辺でランキングを見たいと思います。13位、とりあえずさん、ありがとうございます。そして12位がたいやきくん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして11位がとしさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして10位がせいたかくん、ありがとうございます。そして9位がもぐ先輩、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして8位が村吉さん、ありがとうございます。7位が PM781 さん、ありがとうございます。そして6位がマリモッチさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして5位がチョロさん、ありがとうございます。そして4位がフクフクさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして3位がジュンフナさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして2位がツインピーマーさん、ありがとうございます。そして1位がミーチャーさん、アットマークリラ中、イエーイ、 I love you クマタワー、ありがとうございました。めっちゃ鼻声なんですけど、ということでね、皆さんお昼の配信も見てくれてありがとうございます。次は19時の配信ということで、次はね、かわいいかわいいコスプレをしますので、皆さんぜひとも見に来ていただいて、絶対に絶対に見に来ていただいて、よろしくお願いします。ということで、なんかね、お昼ご飯とかどっか食べに行って休日を過ごしたいと思います。ということで、また後ほど、さよならんりー、バイバーイ、バイビー。にょん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 、にょん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 。
こんばんは皆さん。コスプレしたよ。登場していいですか。でん。こんばんは。こんばんは。こんばんは。みんなやっほー。やった、めちゃかわいいタワー来た。じゅんふなさん、アットマークリラン中。イエーイ。タワーありがとうございます。ということで猫になりました。ヒヒー、猫ランディーになりました。可愛くない？ちょっと。どうですか？あんま見えてないね。尻尾あるよ。なんかさ、iPad がもう充電なくて。そう、携帯しかない。まあ安心して、もう言っとくわ先に、ズボン履いとくからもう安心してくれ。短いんだよねこれ、ちょっとだからズボンはちゃんと履いてるんで安心してください。もう言わないから。で、尻尾ついてる。これだけ見たらめっちゃやばい、やばい絵だね。ふり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 。猫ちゃんです。可愛くない？ちょっとちょっと、結構お気に入りよこれ。結構お気に入り。iPad じゃないからさ、ちょっと価格がちっちゃいんですけど、かわいいでしょ。もう本当に困っちゃうね。猫、びっくりした。やった、タワー来た、嬉しい。猫効果。ツインピーマンさん、カフェ、なんだろうこれ、カフェタワー、パフェタワーか、パフェタワー、ありがとうございます。いやー、買いとこ、タワー超嬉しい、超嬉しい。
猫効果だ。リラさ、このさ服着て歌いたい歌があるんだけどさ、歌っていいですか？絶対これはあれにこの曲はあれにね、もうだから見つけないで、もうこの曲はね、絶対あの曲が似合うと思うんですよ。またタワー来た、デコ効果じゃん、嬉しい。ヨッシーさん、福タワーありがとう。猫だよ、猫に見えない、ニャーです、ニャーニャー。なんか髪色がさ、もう今いい感じに落ちてきてるからすごい、なんかいいね、黒じゃなくなってきてる。猫効果絶大。うわ、もういろいろ映る、家のものいろいろ映る。じゃあ歌うよ、みんな覚悟しといて。
き上げながら返すように反応を見るわ開き失くなしさ見てみたいのよどんな感じなのかワクワクしてるわ上腕にときって美しいわね全部持って悪きリラキーでした。丸山さんアットマークリラン中イエーイ福タワーありがとうございます。歌ってる途中に上がってきてたタワーが嬉しい。ありがとうございます。ということでね、タワーを建設してくださった皆様にはあのカラオケリクエスト券というものがあるんですけど、なんかありますか？尻尾ある、尻尾あるよ。全身か、こんな感じ、やばい、ちょっと無理。こんな感じでございます。あんまうまく見つつ尻尾もあるやん。やばい、もういろいろ映る。こんな感じですね。まあ家だからね、そりゃゴミ袋はあるよね。いやタワーが久しぶりにいっぱいで嬉しいですね。猫効果や。ありますか、なんかリクエスト曲。来てない気がする。何もないっていうことかな。ファステッド、ワステッド、ファーストラビットね。オッケではどうぞ。嘘だろうか。
ろが嘘だろうが私の足が臭い。一生懸命頑張るからちょっと汗が多いだけ。アメリカの 99% が電気でできてるので、文法的におかしいだろう、エジソンも言ってない。名前誰かがそう呼ぶ、呆れたみたいに。テストのテストス、だるいと指を刺されるよ。名前に腕をすくう、それ以下は絶対いない。知性の本とこを守る、あばかのセンター。ちょっと惜しいでしょ。携帯を持てればほらすぐにゲーセンできるし、8646パパ62泊73でいい。8の電暗記したって思い出せないから、ベースツーベックスベースとを訳してみよう。ハステとハステさんが仲良く作ったって何。名前をもらずそう呼ぶ、ある意味リスペクト。見たってここまでは間違えない。名前で右折の人勉強
ステとワステとファーストラビットでした。シャム猫ない気がする。確かない。ツインピーマンさん、シャム猫がございませぬ。シャム猫がよいしょ。ハート型ウイルス、オッケー。わー、タワー来た、やったサルキチさん、リラン中、イエーイ、ありがとうございます。やった、タワー祭りだ、嬉しい、ありがとうございます。あ、お仕事中にありがとうございます。虹完成しそう？完成できるかな、できるんじゃないかな。まだ明日までありますしね。でも時間もそんなないから歌うか。ドン。してた、聞かれることだけ黙ってうなずいた。いい人だとは分かったけど、まるでタイプじゃなかったからよ。仲良くならないつもりだったのに、どこでどうしちゃったんだろう。私知らぬ間に恋に落ちてたの。だったのか、入り口を思い出せないのよ。ハート型ウイルスにやられてしまったみたい。どんな注射も効かないわ。あなたの言葉ばかり考えてしまうの。何も注射も効かないわ。
ということで、ハート型ウイルスでした。ツインピーマンさんは何か見つかりましたかね。次の枠もこれでやります。あれが書けてない、あのこれが、これが書けてないので、次もこれでやって、みんななんかリラが好きな歌出してきますね。Thank you.
すごいなんかやっぱ可愛い服を着ると自分がアイドルだった時のことをね思い出しますね思い出しますね。なんか恥ずかしいですけど、なんかこれ着てるからなんか大丈夫みたいな感じあるよね。ちょっとがね、その私服のさ自分だったらさ、あの多分こんな弾けられて弾けられていないと思うんですけど、なんかこれ着けられていないと思うんですけど、なんかこれ着てるからまあいいやみたいなね、可愛く。たこ焼きでも買ってきます今からということで、この辺でランキングを見たいと思います。ます。そして9位がエイトさん、アットマーク永遠にリラン中、イエーイありがとうございます。そして8位がマリモッツさん、アットマークリラン中、イエーイありがとうございます。そして7位がブケニャーさん、ありがとうございます。そして6位がサクサクさん、アットマークリラン中、イエーイありがとうございます。そして5位がサルキツさん、アットマークリラン中、イエーイありがとうございます。あいー待って読めてない。4位が丸山さん、アットマークリラン中、イエーイありがとうございます。そして3位がヨッシーさん、ありがとうございます。そして2位がツインピーマーさん、ありがとうございます。そして1位がジュンフナさん、アットマークリラン中、イエーイありがとうございます。ということでね、本当にタワー立ててくださった皆さんありがとうございました。次の枠が本日最後の枠となりますので、みんな来てね。またあと2分くらいある。またあと2分くらいあるやばいよということで、3枠目もまたよろしくお願いします。ではこの辺でさよなら、リーバイバーイ。にゃんにゃん祭り、大好評猫祭りです。なんかもう iPad が壊れてるはず。新しい iPad をなんかもう買わなきゃいけない雰囲気が出てきています。いや Amazon で、にゃー、なんかさ、滑らない話やってるからさ、さっきから見てたんだけど、めちゃめちゃ面白い。なんか一人で笑ってる。一人でお笑いしてます。猫かわいいね。猫好きにはたまらん。たまらん。
なんか今、自分の携帯でやってるから、あれですね。ちょっと、広角になってるから、ちょっと、なんか見えやすいかな。なんか幼くなった？幼くなりました？前髪切ったからかな？あれじゃない？コスプレしてるからじゃないかな？思います。さっき配信中、そのお姿ツイートしたけど過激なのかタグ検索無理。そんなことある？ そんなことある？ありますか。ちょっと iPad に変更したいんですけど、 AirPods がつながってて、 AirPods どこ行ったかな。ちょっと生活感が見え隠れしてる。見え隠れしてますか？にょん。iPad の方がよろしいですね、なんか。やはりやはり。ていうことでね、最後の枠ですけれども。で終わりですけれども、ご飯は これサーモン尽くし。猫がサーモンを食べる。サーモン尽くしやったから買ってきた。ちなみに昨日もお寿司食べたんだよな、私。昨日は週一ぶりにお寿司食べました。別の？いいよ、ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。にょん。
ゃんにゃん猫。鉄の？鉄のない？あるくない？ブローリーデイズありますよね。ね、ゆりないよね。でん。じゅんふなさん、アットマークリラン中。イエーイ。6日目、今日もタワーありがとうございます。貴重な猫ちゃんランディでございます。ということで。ありがとう。ありがとう。にゃ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 ありがとうございます。今日も京都で歌えますか。一旦歌いますか。ない。ないわ。サルキチさんない。なんでグローリーやるのに鉄のないの。ないね。ないです。サルキチさんない。ビンゴ？いいよ。いいね、選曲がいいですね。ビンゴ好きだよ、リラも。じゃあ歌いたいと思います。どうぞ。ファンタスティックワールド。稲妻に打たれたの。
後のテープだとかここに惹かれたなんて思い出せないスピードで目と目が合うと胸が高鳴る心の奥で思わず叫んでたビンゴビンゴあなたに巡り会えたビンゴビンゴ生まれて初めてピンときたビンゴビンゴ今日までは決め踏まず待っていてよかったな運命も味方にたのにずもう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 ここで起きた奇跡にスキップしたいくらい神様に感謝する偶然はいつだって用意されたシナリオ誰にも何も知らされずにあなたのことも考えるたび息をするのも苦しくなってくきっと人の真ん中に命を私のハートが盗まれたきっときっとどこかで会えるようもね予感くらいしてたけどあなたはサプライズ Oh my god ビンゴあなたに巡り会えたビンゴビンゴ生まれて初めてピンときたビンゴビンゴ今日までは決め踏まず待っていてよかったわ運命を味方に並みずサプライズ Oh my god もう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 ということでビンゴでした。サルキチさんのリクエスト曲でした。これであれタワー立ててくださった人のリクエスト曲全部歌えたかな。全部歌えたかな。多分歌えましたよね。
なんか今日調子がいい顔の今日顔の調子がよろしいです。なんでかな、夕方お風呂入ってからかな。むくみがないね。黒髪見える？でもなんかもう結構落ちてきて茶色っぽくなってきてる感じがあります。なんか目がパッチリしてる今日、気のせいかな。インスタストーリーに写真載っけたよ。ジーってやつとニョンってやつ乗っけました。アンコール、他になんかありますか。ディアマイってないよね。ディアマイってあるっけ。ありがとう。え、見えてるこれ。誰も何の反おーい。見えてますか？今は画質どう？よっしさん、ありがとう、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうね。もう見えてるよね。大丈夫ですよね。なんかコメントないと不安になる。なんかさ、配信されてるのか配信されてないのか。Wi-Fi が、 Wi-Fi 欲しい。おーい、見えてない。見えてる？不安定、申し訳ない。
もう iPad 諦めましたiPad 諦めた、もう携帯にした。携帯だったら多分画質悪くないと思う。でん、ツインピーマンさん、イベント6日目バフェタワーありがとうございます。にゃん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 なんかおかしくなってる、なんか日本語がおかしくなってる。にゃん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 、おもろいからこれでいいか。ツインピーマンさんありがとうございます。ありがとう、ありがとう、ニャンニャンラディありがとうございます、ありがとう。ということでね、ちょっと時間もなんかなくなってきたので、とりあえずイベント時間はあと10分ということで歌います。もったいないから歌って、とりあえず40分過ぎたらまた過去あれを、風の中で叫ぼう、大好きな君が
と1曲歌えるかな。ギリ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 、30秒や。残り時間
1分30秒です。タイミング間違えた。今日のイベントがもう終わっちまうよ。もう少し、明日のコスプレもないですね。もう用意してません。もう用意しておらぬですね。確かに審査員の人見に来たのかな。どうなんだろう。見に来てないよね。終わったかな。ちょっともう Wi-Fi がダメすぎてもうショールーム開かない。終わりでーす。イベント終了。見に来ると分かるの？分かんない。こっそり見に来てるかもね。実はパフ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 じゃない、カンカンカンだ。よし。今日もイベントありがとうございました。そう、イベントは明日の9時59分59秒です。あと猿吉さんと丸山さんにお礼を書いてないので、限ってこの大きな和タイムをやりたいと思います。急にアイドル感なくなったって、何にも変わんなくね。何にも変わんないよ。え、大丈夫？あの種とギフトを投げさせないために投票やってるだけなんで、特に投票してる意味はないので、あの投票したい方は投票していただいて、この投票に全く意味はないので、あのはい、そういうことです。そういうこと。持ってたらね、もし投げてしまう方もいるかもしれないからね。なのでとりあえずまだ終わらない分は投
投票に。あ、2時間、そう、配信時間は、配信自体は2時間しかできないんですけど、イベントのあれでね。2時間越すと、なんかカウントされないので、もう、一応おしまいなんですけど、イベント自体は、本日は。でも、いつも。やってるっていう感じですね。だからもうイベント後の雑談タイムみたいな。感じです。破ってないですよ破ってはない。破ってたら多分前のイベントもその前のイベントも多分ダメだ。もう私の Wi-Fi がない。ダメだ。だからあれですよ、1日合計2時間までっていうのは2時間以上配信しても、ん、2時間以上配信したらそのじゃ例えば2時間10分配信したらその10分はカウントされませんよっていうこと。だから多分この今過ぎた分はカウントされてないし、2時間じゃ10分配信したからってルール違反とかだったら多分私もルール違反しまくりなんで、多分前もその前も選ばれてないっていうか出れないと思うね。そうポイントにならない。わけで、ただ私が悪いことなんかな、これって。データ見たけどポイント加算されてない。されてないよね、多分。だって自分もされてる
されてないだろうなって思いながら、ルール違反だと思ってやってないからな。まあ、これ今に始まったことじゃないですかね。これこういうこの まあやめましょう皆さん。私が多分だからすぐ終わればいいだけの話よねきっと。なんかいつもどうせ終わってもやることないんでやってるだけなんですけど、AKB の時のイベントは勝手に自動的に切れてたからな。何時間って制限されてたら、勝手に切れてたから。あれですけど、これはもう自分でやってやりましょうみたいな、自分で管理しましょうみたいなね感じだから。そう、あのそうね、現役の時にやってたイベントは勝手に切れてましたね。で、丸山さん、アットマークリラン中、イエーイ。イベント6日目、タワーありがとうございました。猫ちゃんランディどうですか？ということで、丸山さん、ありがとうございます。タワーありがとう、嬉しかったです。シュー。シュ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 。ありがとうございました。ありがとう。サルキチさんですね。最後もう一人やってる人いるの？同じじゃん私と。やっぱ いるよね。制服も猫も一日だけじゃもったいないので、また忘れた頃に。
確かにもったいないよな。まあこの、まあ、なんかハロウィンとかにはいっぱい着れそうですね。選び放題じゃね。メイドももメイドも持ってますよ。メイドも保管中でございます。だから今3つコスプレありますよ。その格好でニャーキービュー撮ってね。アイドルはウニャーニャーの剣みたいなやつ。でもね、普通の配信の時にやっちゃうとレア感がマジでなくなるから、あれだね。もう本当にこういうイベントの時とか、もう最高級の力を発揮しないといけないっていう時に、まあコスプレは効果的ですね。毎日やってたらもうなんか当たり前のようになっちゃう。なんかもう、あ、今日はこれかみたいな、今日はこれかみたいな、なんかもう当たり前のようになっちゃうからもうダメ。こういうね、なんか本当に出し惜しみした方がいい、マジで何かの時にね着ないと。え、嘘、当たり前の方が人気出るかな。やだ、なんでもない日に、なんかコスプレやるのも、あ、えなこさん的な感じね。コスプレイヤーじゃないからな、リラまあ一応女優さんを目指している。もうコスプレイヤーじゃないからな。なんかもうショールームで生きていくならいいと思うけど、別に思いますけどね。コスプレイヤーじゃないからな。かけた。かけたよ。でん。サルキチさん、アットマークリラン中、イエーイ。イベント6日目、福タワーありがとうございます。ニコランリーはタワーもらって嬉しかったです。ということで、最後になってしまいました。サルキチさん、ありがとうございます。ありがとう。にゃんにゃんにゃんです。ありがとうございます。ありがとう。はい、ということで、大きな話タイムに入りますかね。
もう本当に当たり前じゃない、こうやってタワーをいただけること嬉しいです。ありがとうございます。皆様アンコール、アンコール欲しいの。何分今、ちょっと一回投票終了するね。やばい、一気に5枚も貼れる幸せ。的には今日のが一番手応え、はいはい、少し丸くなってきましたね。え、太ってきたってこと？性格が？いや、とんがってましたか私。初めて言われたんだけど。あ、後ろ。びっくりした。ねえ。びっくりしたわ。いろんな意味でびっくりした。今日は5枚貼れる。ありがとうございます。イエーイ。気にしてますよ丸顔。貼るか。セロハンテープあった。とんがってた私。とんがってたかな。嘘でしょ、初めてやれたんですけど。そういうこと？出れる出れないとかそういうことですか？っていうかもう恥ずかしいから、猫営業終了していい？耳痛くないね、カチューシャずっとしてたら。
猫ちゃん営業終了。あんま出れない、私も結構甘えますよ人に。なんせ人一個でしたからね、もともとおばあちゃんとかにめちゃめちゃ甘えてここまで来たからね。あの親はあんまり甘えさせてくれなかったですけど。まあ、男っぽいのは認めます。それは認める。それは自分でもあの思っている。男っぽいっていうのは。けど私結構甘えますけどね人に。知らないだけではみんなが。メンバーの部屋とかホテル行ってたらもうだって帰らないもんね。もうベッドに張り付いて。では張っていきたいと思います。尻尾が見えるだろうね。王にしたかった。だって無理だな。これあと半分必要。すごい、もうなんかズボン履いてるからいいけど、見て尻尾もちゃんとついてるってすごくない？王にしたかった。ダメだ、わがまま言うのやめよう。あとこれがもうワンセットあれば王になってたはず。王になんないかな。ポイント加算されてるの？後で減算される的な？マジ？なるほどね。後で円をちょっと小さくしといたら、エリラさ間違えてさ、あれもなんか間違えてさ、いたずらじゃないんだけど、なんかどうやってそのあのみんながさタワー買ってるみたいに買うんだろうって思ってさ、なんか間違えて1万円ポチッと押しちゃったらさ、買っちゃったの間違えて1万円分。だから自分でなんかタワー建設できるんだよね今。明日自分で自分にタワーを。立ててみようかな。でもさっさと終わりますね。もういいや。もうなんか怖いから、さっさと終わろう。いやでもなんか王にしたいからな。ちょっと頑張ろう。そうバカだよねマジで。どこにどこに使うのっていう。
うわ、なんか急にいびつになっちゃった。やめようかな。なんか貼り直すのは嫌だから、とりあえず O にしとくわ。まあでもいけなくもなさそうな感じしない？自分のだって自分でも書けるから分かんないけど、まあまあまあ、まあ、ああそう、今回はハートじゃなくて沖縄の王にした。ということでこの辺でランキングを見たいと思います。13位福久さん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。で12位がトリュアジさん、ありがとうございます。で11位がチョロさん、ありがとうございます。で10位がヨッシさん、ありがとうございます。で9位がアイスカフェさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして8位がラスカールさん、ありがとうございます。で7位がチョコさん、ありがとうございます。で6位がジュンフナさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。で5位がミンチアさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。で4位がツインピーマンさん、ありがとうございます。そして3位が丸山さん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして2位がサルキチさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして1位がサクサクさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。ということでね、皆さんイベント6日目もみんな見に来てくれてありがとうございました。明日のスケジュールは1時半、18時45分、9時、15分からラストまでにします。また後ほど755とかで更新したいと思います。ということでね、皆さん今日もいっぱいいっぱい応援してくれてありがとうございました。また明日ってね、最後あっという間だったな。違う違う、30、30、60じゃない、30、45、45、1時、1時半、18時15分、7時、21時15分、10時です。ということでね、皆さんまた明日のお昼ね。さよならんでー、バイバーイ。